修羅丸。おお、我が同志よ。これは典型でしょうか。定められた運命の輪は歯車を得、さらなる闇の道へと私を誘うの。あいみさん、何度も言ってるけれど、普通に連絡してくれないかな。運面だけ見てると、何言ってるのかさっぱりわかんないわ。仕方ないでしょ。私に課せられし宿命は、偶然であり必然。神に見放されたルシファーのごとく、孤独な私は己の道を見つけ、突き進むのみなの。つまり、一人で寂しいから、またママ会に参加させろってことかしら。いいな、欲はとうに捨て去ったわ。私は人生という名の忌々しき階段を進んでいるだけ。参加させろじゃなくて、参加すべきってこと？ねえ、いい加減あいみさんの通訳も疲れるわ。何がどうなってそこまでこじれたのか知らないけど、その中二病やめたら？私は肯定しましょう。同志の理解を。いちいち疲れるわね。どこから聞きつけたのか知らないけど、どうせ参加を許可しなくても勝手に便乗するつもりでしょ？ならトラブルが少ない方がいいから、明日も来て構わないわ。ああ、なんということ。モーセの割る海よりも深く、オリンポスよりはるか高みを行くその心。慈悲深きその様はまるでイシュタルのよう。俺も普通にいてほしいわね。あいみさんと話してると宇宙人と会話してるようだわ。明日、くれぐれも普通に参加してよね。明けの明星が光に消え、同志真由子と再び合間見えることを待っているわ。また遅刻なんてされたら迷惑だからね。分かってるのかな。アデュー。キャラブレブレだな。私の名前は真由子、39歳の主婦です。私の属するママ友グループでは最年長なので、リーダーのような役割をすることが多くあります。そのため、ママ友会の幹事などは基本私がやっていて、参加不参加を受け付けるのも私です。多分そのせいなのでしょうね。今年度からどこのママ友グループにも馴染めなかったらしいあいみさんが、うちのママ会に参加するようになったのです。あいみさんは見ての通り強烈なママ友。なぜか36歳というアラフォーで中二病を発症してしまったかわいそうな人。私が仲良くさせていただいているママ友たちは常識人で、偏見で人をつまはじきにしたりしないので、ここしか仲良くできそうなママ友が見つけられなかったのでしょう。ただ、100歩譲って中二病はいいとしても、彼女には厄介な遅刻癖があるのです。対応しようにも、何か強く注意しようものなら、また意味のわからない言葉で責められると思うと、ママ会参加も断るに断れません。そんなあいみさんの耳に入れたくない特別なママ友イベントが近々あるのですが、どこからか聞きつけてくるのでとても不安です。ちょっとあいみさん、今日も遅刻してきたでしょう。いい加減にしてもらわないと困るんだけど。あ、逆上したりしないでよ。悪いわね、真由子さん。実は、朝方覚醒の時を迎えた私に、またしても典型があったのよ。それはまるで、大地の女神に抱擁されるがごとく心地よく、甘美的なものだったわ。そう、それは、お布団！つまり朝方一度起きたけど、布団が気持ちよくて二度寝してしまった。そういうことよね。笑いも引いていくレベルでしょうもない理由じゃない。さすが同志ね。毎回思うけど、何の同志よ。あなたと一緒に何かを志すことなんて一生なさそうだけど。まあ、それはいいわ。今はあいみさんの遅刻について言ってるの。ああ、まずいわ。何よ。封印されし左目がうずく。テンプレすぎない。さすがの私でも聞いたことあるセリフなんだけど。中二病と言ったらこれって感じがするわね。ところでどうしよう。話そらそうとしてない？まさか。そんなことより、先日放浪の旅に出た折、耳にした人類選別化計画が。人類なんて壮大なものを選別しようとは思ってないけど、確かにあいみさんを誘っていない仲良しママ友のイベントがあったわね。てか、放浪じゃなくて買い物でしょうが。少なくとも、私という人類は選別しようとしていたわね。そんな大げさな。今回の計画は多分もう知っているのだろうけど。私に知らないことなどないわ。遮らないで。知っての通り仲良しのママ友たちだけでの初めての海外旅行なの。台湾だし近場なんだけど、だから遠慮してくれないかしら。こればっかりはちょっとね。海外ってこともあって、遅刻癖のあるあいみさんは。ひどいわ。私が天に愛されているからって、そんな醜い嫉妬。いや、申し訳ないけど、あゆみさんに嫉妬できる要素が一つもないんだわ。まあ、とにかく、海外で遅刻されちゃ困るのよね。ということで、今回は見送ってくれないかな。遅刻されるのは困るけど、普通のお茶会とかは来ても大丈夫だから。いやよ、ダメ。いい？同志まゆこは私のオーラによるご加護があってこそ、日常生活を無事に過ごせていると言っても過言ではないの。まごうことなき過言だと思うけれども。上げ足を取ると加護が薄まるわ。まゆこさんのためを思って言っているの。そう、これは一瞬のボランティア。私の博愛の精神のもとに助言を行っているのよ。というわけで、私を連れて行った方がいいと思うの。はあ。あゆみさん正直粘着質だからな。いろいろごねられても面倒だし、いいわ参加しても。ただし、私たちの話を聞かなかったことによるトラブルは自己責任でお願いね。同志まゆこの心配りに感謝しましょう。はあ。はあ、あゆみさん、今どこなの？遅刻しないように言ったのに、初日もギリギリだったじゃない。それなのに今日も寝坊して、挙句の果てには別行動って、明日は最終日なのよ。今日は早くに寝て、明日みんなで最後の観光に行くんだから。ちょっと聞いてる？先日も言った通り、私の話を聞かなかったことによるトラブルは自己責任。明日は絶対遅れちゃダメよ。あゆみさんは後から追加だったから、部屋が一人別なんだし、起こしてあげられないからね。8時にロビーよ。わかった？あゆみさんまだ起きてないの？ノックしてるんだけど聞こえてるのかな？昨日も結局何時に帰ってきたのかわからないし、最終日まで迷惑かけるのやめてほしいんだけど。あーい、そろそろ私も限界なんだけど。もういいわ。あゆみさん一人のために世界は回ってないんだから。みんなでチェックアウトして観光に行ってくるわ。最後のチャンスよ。フライトに間に合うように。飛行場に来れなかったら私たちにも考えがあるから。さすがにもう起きたかしら。どこにいるの？同志まゆこ。私は今かすかに一縷の光が差す儀式の間にて目覚めの時を。そう、ホテルで今目が覚めたのね。最後のチャンスも逃すなんて本当に学ばない人ね。もう保安検査場を通らないといけないから、また日本でね。正直二度と会いたくないけど。待って、故郷へ舞い戻る魔法の羊皮紙という名のチケットを取り直してくれる？はあ？笑いながら言うこと？ふざけるのも大概にしてもらいたいわね。いい加減にしないと、あなたの脳みそに黒魔術をかけるわよ。まゆこさん？置いていかれるだけが罰と思わないことね。あゆみさん、今あなたどこで何してるの？私たちはもう帰国したわ。ついでにあゆみさんの家にもお邪魔してきたわ。もう連絡行ったかもしれないけど、今までのこと全部、ご在宅だったお姑さんに話したから。連絡来たわよ。何してくれてんの？私お母さん苦手なのに。しかも私の口調のことまで言うなんて、とんだ恥じゃない。あら、あゆみさん普通に喋れたんだ。意識してあの口調だったってこと？恥ずかしい。うるさい、うるさい。まゆこさんたちが置いていくから、私まだ台湾なのよ。チケットの取り直し方もわからないし、ホテルはもう1泊分の延長料金かかったし。もう連絡行ったんなら知ってると思うけど、私すごく優しいので、置いていってしまったあゆみさんの回収をお願いしにお宅に伺ったのよ。だからお金やら帰国については大丈夫だと思うけど。そのせいで全部バレたんじゃない？いらなかった？それなら一生日本に帰ってこなくていいわよ。そういうことじゃない。まあ本当は旦那さんに言うつもりだったのだけど、たまたま旦那さんが急な出張が入ったとかで、代わりにお姑さんがいらしてたから、仕方なくお姑さんにお伝えしたってわけ。それが一番まずいのよ。ああ、遅刻癖は知ってらしたみたいだけど、中二病についてはご存じなかったみたいだしね。もう全部台無し。最悪。私どんな顔して帰国すればいいの？さあ、私に言ったように中二病全開で弁明でもしたら？本当に参ったものです。困った人だとは思っていましたが、海外でまでやらかすとは。面倒なことになりそうだからと同行を許可したのが間違いでした。一応お姑さんに事情をお話しして丁寧に謝罪をいただきましたが、そこで発覚したのが中二病はママ友にだけ発症していたということ。お姑さんから旦那さんにお話を通していただいて知ったのですが、少々見えっ張りなところがあるらしいあゆみさん。特別感を出そうとこじれにこじれた結果が中二病なのだとのこと。普通そうはならんやろ。と言いたくなるようなこじらせ方ですが、何にせよ散々迷惑かけられたのですから、これくらいの復讐可愛いものです。そして遠隔でホテルの生産とチケットの取り直しをしてもらったあゆみさんは、私たちより1日遅れで日本に帰ってきたわけなのですが、舞子さん。あ、ブロックし忘れてたわ。それでは、待って！今までごめんなさい。謝るから、いろいろ訂正してもらえないかしら。ちょっと笑わせないでよ。助けてもらいたくて自分の利益を考えての謝罪なんて謝罪じゃないわ。本当に頭の中まで中二で止まってるんじゃない？そんなひどいこと言わないでよ。元はといえば起こさなかった真由子さんが悪いんでしょ。しかも逆上ときた。典型的な自分の非を理解してないタイプね。私があなたのために何かを取り計らうことなんて金輪際一切ないわ。だって真由子さんが訂正してくれないと本当に困るんだもの。ふーん、参考までに聞いておこうかしら。どう困るっていうの？お母さんって噂好きで、真由子さんがばらした全てのことを、親類縁者全てに吹聴して回ったらしいの。へへ、いい笑い物じゃない。笑い事じゃないの。それで、お母さんが近づいてくる。助けて、私行きたくない。行きたくない？あゆみさん？よくわからない見栄のために中二病をこじらせ、遅刻癖まで悪びれず、散々私たちのママ友グループに迷惑をかけ続けたあゆみさんの最後の言葉は、助けて、行きたくないでした。どこに連れて行かれようが自業自得としか思いませんが、後日あゆみさんのお姑さんと旦那さんが改めて謝罪に来てくださった時、詳しいその後のお話を聞くことができました。やっとの思いで帰国できたあゆみさんは、旦那さんとお姑さんにこってりと絞られたそうです。確信犯な気もしますが、噂好きのお姑さんに遅刻癖のことはもちろん、中二病のことまで言いふらされ、大恥をかくことに。もちろんお姑さんからご実家の方にも伝わり、ある日は笑い物にされ、ある時は一族の恥だと叱りつけられているのだそう。さらにお姑さんは、あゆみさんの遅刻癖の矯正のため、義実家一族の中でも一番厳しいとされる本家に出向させたとのこと。早朝から大姑に怒鳴られながら、掃除に洗濯にお料理に、と大変なんだそうですよ。くだらない見栄のために、一生の黒歴史を大勢に知られて、生きていかなければならないなんて、あゆみさんにふさわしい罰になったのではないでしょうか。私たちはというと、早速次のママ友イベントの計画を立てています。遅刻常習犯も変な口調のママ友もいないので、久々に快適なママ友イベントになりそうな予感です。平和が一番ですね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。